こんにちは、大輔です。今ですね、2021年11月29日、月曜日、午前11時51分ということで、はい。まさに、お昼の仕事、日勤の行く直前の大輔でございます。まあ、テンションが低めというか、これでもですね、今日高い方なんですよ、ちょっと。以前動画でお話したかもしれないですけど、トマト銀行に口座を作ってきました。これちょっとテンションが多少ハイになってるんですけどね。これを個人情報映らないように、入金したお金を見せれますかね。これ大丈夫かな？はい、見えますかね。1円だけ入れてきました。はい。まあ大体ですね、1000円ぐらいから皆さんご入金なさってますって言われたんですけど、1円でもいいですかつって、OK だったんで1円入れてきました。で、このトマト銀行の口座には、Google からの収益のみが振り込まれるということで、まだ Google とのね、連携はしてないんですけど、早くしないと、最初に登録してた銀行に振り込まれちゃう可能性があるんで。あ、そうなんですよ。もう収益、おそらく、来月、12月に振り込まれるんじゃないかと思います。8000以上到達しましたんで、それもこれもですね、皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっともう、日勤の時間が迫ってまいりましたので、これぐらいにしましてね。今日の動画は、仕事前の大輔をそのまま見せるということで、終わりたいと思いますけど。では、夜勤に引き継ぎましょうか。これはですね、ライブ配信で やりたかったんですけどね。ライブ配信でもやりましょうかね。今週の金曜日の日勤前と夜勤前に、10分ずつぐらいライブ配信やるってのはどうでしょうか。それはもう本当の生の、仕事前の大輔なんで、こんなもんじゃないですよ、テンションの低さが。めちゃくちゃテンション低いと思います。じゃあ夜勤へ飛びましょう。こんばんは、大輔です。今の時間は、はい、11月29日月曜日、22時25分、夜10時半ぐらいですね。夜勤行く前ということになります。昼の仕事が終わった後に3時間半ぐらい寝て、今、もうさっき起きたばっかりです。で、これからちょっと軽く、なんか食べて、で、あとは、そうですね、シャワー浴びて、あ、その前に、この動画をね、パパッと編集して、アップロードして、それからですね、準備をしたいと思いますね。うん。いやー、そうなんですね。だいたい、日勤前に3時間半、夜勤前に3時間半。で、こう、2回撮ってるんですね、睡眠は。まあ、だからだいたい、トータル1日7時間ぐらいは寝てるって感じですね。ただ今日は、午前中、朝も行ったかもしれないですけど、銀行の口座作りまして、銀行行ってたんで、2時間半ぐらいしか寝てないですね。午前中は。だから合計、今日は6時間ぐらいですか。まあ、十分ですよね。休日はもう10時間とか寝てるんで、一般的な社会人の平均よりは寝てると思います。うん。そうですね。あとなんか話すことあったような気がしますけど。ああ、そうです。こんな感じですよ。夜勤前が一番テンション低いですね。まあやっぱ仕事の前っていうのは、テンション上がることはまああんまないですよね。
昼の仕事の前は、まあそれでも、今よりはテンション絶対高いですね。夜勤前はやっぱりきちいなっていう感じですね。で、これ、まだマシな方ですよ。もっと暗いですからね、いつもは。こうやってカメラの前なんで、ある程度上がってる感じですけど、もっとリアルな感じを見せたいんで、まあ、朝の動画でも言ったかもしれないですけど、金曜日に、日勤前、夜勤前に、まあ何分くらいやるかわかんないですけど、それぞれ生配信やってみたいと思います。配信にして行ってきますって感じで。もうそれで記録が残りますからね。編集も必要ないですし、本当仕事行く前のギリギリの私をお見せできると思います。コメントとか読む暇ないかもしれないですね、もしかしたら。まあ、あまりに余裕なさすぎて、そんな配信をすることもなくなる可能性もありますけど、まあ一応やるって決めたんで、やりたいですね。ということで、これから朝の動画とこの動画を編集して、編集つっても、ちょっと無駄なとこカットしてつなげるだけですけどね。字幕はつけないんで。で、まあ、サムネイル作って。サムネイルはもう決めてますね。朝の顔を左側。で、逆の方に今の夜の顔を出して。で、タイトルは、まあ、日勤前、夜勤前の姿見せますみたいな感じでいいですかね。時間やばいかな。ああ、もう半になりましたね。そういうことでじゃあ、行ってきます。